はいどうも皆さんこんにちはこんばんはパパタルですというわけで今回なんですけれども誰も教えてくれなかった GTA 初心者講座の2021年版操作設定からお金稼ぎを紹介していきます今回の初心者講座は2020年の過去の初心者講座とは違いカヨペリコ GO とアプデ以降の基本ソロのお金稼ぎができるまでの案内となってますまず GTA アプリをつけるとこのようにディスプレイ調整というのが出て 30段階の明るるさを設定すすことができます左の方に行くとかなりね、暗くなってしまいます。で、右の方に行くとかなり明るくなります。大体いいパパテラの設定は右から5番目ぐらいの設定の明るさにしています。では、オンラインをプレイするまでは、ストーリーの進行度を1.6%までクリアする必要があります。そして、操作設定なども説明していきます。まず、オプションから、操作方法、そして2番目の、標準モードというのがあります。 照準アシストフルというのが最も初心者さん向けの設定で照準アシストソフトというのは少し難易度がある初心者さん向けの設定ですそしてまた自由照準アシストエイムが少しだけかかるというね難易度が高くなりますそして自由照準は完全にエイムがかからない難しい設定となり照準アシストと自由照準はオンラインプレイした時に別々のセッションとなります では操作設定アシストフルの場合は敵の体の真ん中ら辺胸のあたりをね常にエイムがかかってくれますなので初心者さん向けにはかなりいいと思いますまた右のスティックを左に倒したり右に倒したりするとすぐ隣にいる敵をエイムかけてくれるというかなりね初心者さん向けにいい設定となってます一番多くのプレイヤーが設定しているアシストフルだと思いますそれ以外の設定方法です 振動とかオンオフはどっちでもいいんですがこの3人称1人称の操作タイプスタンダードというのが基本的な操作設定なんですが戦いに慣れてくるとスタンダード1人称2というね操作設定やっている人も一部います、まあ、戦いに特化した操作設定だと思いますこのチャンネルでの操作設定は常にスタンダードでの解説になるのでよかったら参考にしてみてください まあ基本的に×ボタンで走るというのがスタンダード R1 ボタンで走るというのがスタンダード1人称2という操作の違いとなっていますではそれ以外の感度とかは MAX にしておきデッドゾーンというのは0かまたはね左から3つか4つぐらいにするのがいいかと思いますそれ以外はほとんどいじくることなくサイドブレーキの設定をオンにするとスタンダードの場合は×でサイドブレーキそうじゃない場合オフの場合は R1 ボタンで サイドブレーキという感じになりますまたドライブバイの操作はお好みです車両に乗りながら一つのボタンで打てるかどうかという違いですではオーディオなどなんですけれどもこれもお好みで例えば動画の配信をしている人とかは音楽は基本ゼロにしますそしてカメラの設定ですポイントとしては2箇所です乗り物のカメラの高さを高いにしておくと操作がしやすい遠くを見やすくなりますまた 頭部の揺れこれこもオフににしておくとと戦いに有利となりますまたディスプレイなんですけれどもここではほとんどいじくることないんですが1つだけねありますゲーム内での背景ぼかしこれをオフにすることで遠くの敵を鮮明に捉えることができますそれ以外の通知設定などです。 これはほとんどオンになっていて一番下のメッセージ頻度が2分ってなってるのがデフォルトなんですが最初はこれでもいいと思いますいろいろなゲーム内での通知がちゃんと受け取れる方がいろいろなイベントだったりジョブの正体それから自分のステータスの向上などがわかるので基本的にはオンにしておき慣れてきてうるさいなぁと思ったらオフにしたり。 メッセージの頻度を1時間にすることによっていろいろな人からの電話の通知をうるさい状態にしないというふうにできます。まあ、最低限ね、ちょっとね、通知が来てしまうというものもあります。レスターが必ずね、セッションに入ったら強盗の案内をしてくれたのは、それをね、拒否することは基本できません。では、ここからは、照準についてです。 もう一度説明していきます。4つの照準があり最も多くのプレイヤーがやっているのは照準アシストフルこれは敵の方を向いた時に L2 を押すと敵の胸の辺りをエイムがかかりますなので右スティックでちょっと上とかにすると頭を打ちやすくなるという設定でさらに右のスティック構えた状態で右のスティックを右や左にするとすぐ隣にいる敵の胸を常にめがけてくれるという感じで すすすごく、ね、切りり替えやすいっていう感じになりま L2 を押して敵の胸を捉えたら次に右のスティックをちょっと上にするか左上にちょっとすると頭を狙いやすいという感じですでは続いては準アシストフルとの違いは基本的に隣にいる敵を切り替えて打つことができないなので毎回構える必要がありますが 敵の胸を常にめがけるというよりは若干ね体の上の方を狙ったりしやすくなりますなのでアシストフルの次にこのアシストソフトというのが多いかなと思いますそしてこれらの2つはオートエイムと呼ばれるものでしたでは続いては自由照準アシストこれフリーエイムと呼ばれるものです これは敵の近くに行った時だけ若干敵の方を向いてくれるんですがそれ以外の操作はすぐにエイムが外れ自分で頭とかを狙う必要があり難易度が高くなりますこれがフリーエイムですかなり近い距離でないと敵の方を捉えてくれませんので難しくなるかなと思いますそしてさらに難しいのが自由照準フリーエイムですこれはもう完全に敵の方を向いて L2 を押したとしても敵の方を捉えてはくれませんなので完全に右のスティックで自分で敵の頭や体を打つ必要があり難易度は高くなりますこれまでに4つの照準を説明しましたアシストフルそしてソフトそれがオートエイムと呼ばれるセッションで自由照準アシスト 自由症状というのはフリーゲームで全く別のセッションとなり大きく分けて2つのセッションでオンラインをプレイすることができるのでアシストフルの人と自由照準の人が一緒になることは基本ありませんなので戦いが好きな人は基本的に自由照準にはあまりいないとされていますそして今ストーリーのプロローグというところで一番最初の、ね、ミッションみたいなところですここは必ずクリアする必要があり次にカーチェイスをして フランクリンの家まで行ってストーリーをセーブかける必要がありますではこのカーチェイス別に勝っても負けてもどっちでもいいんですけれどもこのラマーが走っている車両これを追いかける必要はなくショートカットができます離れすぎるとミッション失敗となるんですが基本的に大通り1本隣ぐらいでショートカットは全然よくて映像のようにこのように、えー、かなりね左側走ってるんですけれども このショートカットをすることによってまあ、追い抜かれづらくなるかなとそしてこのラマーの車異常なスピードで抜いてきますこれはポイントとして必ずねこの場面は抜いてくるみたいな感じでもうワープ並みの、ね、スピードで来ますので衝突されないように注意してください衝突するとかなり吹っ飛ばされます なので基本的には歩道を走ってみたりとか道路を同じ場所走らないようにして衝突を避けながらスムーズに行けることができますではこのままあの赤い車はほっときながらこの先、えー、立体駐車場に入っていくんですけれどもそれも無視して大通り先を一本先行ってまたさらに右に行くとラマーは慌ててすごいスピードできますがここまで来ちゃうと追い抜かれることはありません 別に追い抜かれても、OK、ですここまで来たら今度は警察からの手配度を消す方法となりますまあ、逃げ回ってもいいんですけれども地下道に入ると手配度が簡単に消せますこれはストーリーでもそうだしオンライン上でも同じですそしてオンラインの場合はレスターに電話をして手配度を消すやまたは自滅をしたりすると基本的に手配度が消えます ストーリーの状態ではこのような地下道に毎回入り右上の星が点滅して完全に消えそうだなもしくは消えた後に外に出ることによって警察の手配を完全に巻くことができたという感じになりますその後はディーラーに向かってください残りあと12分の操作で GTA オンラインをプレイできるようになるので必ずこのディーラーに行った後 また、さらに中に入っていき、話を聞き、さらに主人公フランクリンの家まで行ったら、必ずストーリーの状態でセーブをするというのを忘れないでください。では、セーブの仕方もね、これから説明していきます。この時、ラマーを助手席に乗せないと失敗となります。そして、家までのルート、黄色いね、ナビが出てますけれども、基本的にはショートカットができます。で、家に着いたら、ガレージに車両を入れる。 そしてカットシーンが入りスキップしても OK ですここまで来てコンプリートというのが出ます次に画面が変わりますこの時点で上十字キー1回押して左十字キー1回の雲のマークのところで丸そして新しいセーブデータをセーブするこのセーブをかけないと毎回プロローグをやる必要になってしまうので注意してくださいではセーブをかけた後は 今度はオンラインの一番上の GTA オンラインへというのは公開セッションと呼ばれる場所で最も荒らされやすくなりますので行かない方がいいです初心者さんのうちはまず招待限定セッションがおすすめですそしてクルーセッション2とか3とか4というのは4つのクルー要するにチームが入れるようなセッションだったりクルー限定セッションというのは1つのチームしか入れないセッション そしてフレンド限定セッションというのはフレンドさんしか入れないセッションとなっていてフレンド限定セッションを開いた人とフレンドになっていないとそのセッションに入ることはできませんまたソロセッションはほとんど使いません基本的には招待限定セッションに移動してくださいではオンラインを始めるときにキャラクターを作る必要がありますこの画面で左側に1人だけになってますが、えー、後々ねキャラクターを2つ作ることができ できれば男と女で異性同士で作るといいかもしれませんキャラクターの作成はこれは自由ですそしてこのキャラクターの作成でいろんな整形とか遺伝子を変えたりとかいろいろできるんですけれども一番最初に作る時は無料でこのように作れて次にオンラインプレイを数回やっている時に10万ドルというね GTA のお金を払うと整形はできますまた整形をした後 1>, 1回のセッション移動まではもう一度整形が無料でできるっていうのがありますのでうまく利用してみてくださいもうこの辺りはかなり好みなのでいろんなねキャラクターのレシピ動画とかも過去にも出ているのでそちらも参考にしてみて何かのテーマに沿ったキャラクターを作ってみるのもいいし美男美女を作るのもいいしめちゃくちゃ不細工で目立つようなキャラクターを作るのもいいと思いますまあありえないような顔の形とか もう細かく言うと本当に肌の状態とか細かく設定することができ髪の色とか髪型っていうのは基本的に後から病室で変更ができるのでまあこの辺は最初のうちお金がないということを想定して、えー、できるだけね自分の好みにしておくとまあ後々ね GTA マネーを使う必要がなくなるかなとそしてコスチュームなんですけれどもこれも最初に無料でもらえる服ということで適当に選ぶよりは まあ後々ねこれをずっと着たいなとかある程度ずっと着ててもいいなっていうような服を着ておくといいですそして眼鏡や帽子もつけることによってそれを所有している状態になるのでこの時常につけるものはほとんどが無料でもらえるというふうに思ってくださいではステータスの振り分けが重要となりますこの中でステータスというのがあるんですけれども 基本的に上げづらいステータスっていうのが体力っていうのがもう本当に大変な思いをこの後していきます体力がないと本当にね敵にすぐやられたりとかしますのでじゃあどうすればいいかというといらないスキル例えば運転とかっていうのは結局ずっと車に乗ってればスキルが勝手に上がってしまうので運転のスキルを減らして一番下の赤いゲージが増やした状態にしますで その余った分を体力に当てるなどをすると体力が最初から5個の目盛りのうち2つまでいってるような状態となりますまた射撃のスキルも簡単に上げることができるのでいらないスキルとしては射撃と運転っていう感じですこの2つを減らしてでも体力を上げておくといいですまた肺活量とかもまあ上がってる方がいいかもしれません ではもう一度繰り返します。ステータスの振り分けは基本的に体力に行くようにしてくださいこれが最も上げづらいステータスなのでそれ以外の射撃や運転スキルは簡単に上がることができるので捨ててもいいかなと思いますキャラクターを作成を終えてステータスも振り分けができたら今度は決定をしてキャラクターの名前をつけていよいよオンラインに入っていきます そしてカジノアップデートやカヨペリコ強盗アップデート以降オンラインに入るといろんなムービーがすごく流れますかなり長くなりますそして PS4 の場合はボーナスマネーというのが PS5GTA5 版が出るまでは毎月100万ドルもらえるということで運良ければ100万ドル入手することができます 今回、このアカウント、パパテラは一度削除してたんですけれども、前回のお金を引き継いでしまっている状態で、まあ、1300万となってますけれども、基本的には、えー、この上のね、現金っていうのが、えー、手持ちで持ち歩いてるお金、そして銀行の預け入れというのが銀行に入ってるお金で、上の現金で持ち歩いてると、敵とかにやられたときにお金を、ね、少し少額ずつですが、ポロポロ落っこどしてしまうので注意してください。 ある程度貯まったら銀行に預けるといいですそしてまず貯金220万ドルを目指してくださいそれまでは無駄遣いしない方がいいです今回の2021年版の初心者講座は本当に必要最低限のものだけを揃えて220万を貯めるというのが目標となっていますではオプションからマップでジョブトリガーというのが見れますどういうことかというとアクションメニュータッチパッド長押しして表示オプション そしてジョブをカスタムで表示とかイベントを表示とかまたその他を表示するとこのようにマップ上にいろんなジョブがね出てきますその中でもタイムトライアルという2種類これは RC カーラジコンを持っていないとチャレンジすることができませんそしてこっちは普通のタイムトライアルこれは誰でも参加することができます大体いいそれぞれね2分ぐらいで10万ドル手に入れられるというイベントが 毎週更新されまますす場所が変わりますパパテラのチャンネルでもアップデートの案内以降にそういったお金稼ぎを、えー、案内しているので、えー、チェックしてみてくださいそしてまず必要最低限の物件です今までは20万ドルぐらいの強盗のアパートを購入してくださいと言ってたんですが今はあまり必要ありません一番安い2台のガレージで十分ですこれなぜ必要かというとこれから、えー、カジノ というところに行きルーレットで車両を当てた場合に納車する場所が必要となるからですそしてカジノの中にここメンバーシップ購入500ドルを払ってルーレットを回せるようにしてくださいこのルーレットによって車が当たったりお金が当たったりカジノチップが当たったり洋服が当たったりとかします結構ねお得なので必ずこのルーレットを回せるような状態にした方がいいですまたインターネットからね メンバーになれない場合はルーレットの前に行き左十字キーを押すと500ドルを払ってメンバーになることができますカジノの中に入るとこの景品台のところに大体高級車とかが置いてありますこれを当てることによって自分のものになりますそして無料です基本的に当てた車両は売ることができないんですけれどもまれにカスタム代金などが載っていて数十万ドルで売れる場合もあります そしてコスチュームの保存方法ですこのようにカジノの中にも洋服屋がありこの試着室のところに行ってここで四角でねコスチューム保存自分の好きな場所に1とか2とかね数字をつけて保存することができますこうすることで自分の保存したコスチュームを素早く着替えることができますそしてアクションというのは自分のキャラクターがジェスチャーをいろいろします例えば自分の好きなね動き 設定したら L スティック、R スティックを押し込むとアクションをして長押しをするとまた違うパターンのアクションをしますまた AV チャットというのは基本的にこれなしにしといた方がいいかもしれませんなぜかというと公開セッションという他のプレイヤーがいっぱいいるようなセッションに行った時にもしもヘッドセットでマイクがついていた場合すごくねターゲットにされやすくなるので注意してくださいじゃあ自分のヘッドセットが えー、本当にね、音、外に漏れていないのか、自分のね家のね音とかは漏れてないか確認する方法です。マイクを挿している状態で、自分のランク1というところに、w i f i みたいなマークがもわもわと出ているときは、これ、自分のマイクが入っていることになっています。なので、必ずマイクがオフになっているか確認。 また PS4 のね純正のねなんかマイクとかだとオンかオフかどっちかよくわかんないというものありますのでまあそういったものはなるべく使わない方がいいかもしれません公開セッションなどに行って本当にターゲットにされて何度もやられたりすると嫌な思いをする可能性がありますので基本的には招待限定セッションから初心者さんは開始するようにしてくださいまたオーディオ機器などのね設定からね自分で 入力というのはマイクそして出力というのは自分が音を聞く部分ですねその設定を確認してみてくださいではストーリーの状態でもオーディオの設定で音楽をねゼロにしたと思うんですがオンラインに行くとこのように、ね、音量出てたりするのでまあ、ゲーム内でね車に乗った時とか、まあ、著作権にかかるような BGM がかかってしまいますそういったものを消したい場合はオフにしておいた方がいいですそして必要なものですまず アパート一番安いものをね購入していきたいと思うんですけれどもこの一番安いガレージは2台の車両を保管することができまた出現位置としても設定できますじゃあどういうことかというともしこの物件を持っていない場合は基本的にランダムや出現位置またホテルといって野宿になります野宿になるとオンラインをね始めてセッションに到着した時にいきなり外にいる状態なので もしも公開セッションにいる場合だといきなりやられたりする可能性があります。そしてセーブのかけ方はスタイル変更などをしたりまたアイテム、メガネなどを変更すると画面の右下に金色のくるくるのセーブアイコンが出ます。セーブアイコンが出たらオンライン上でセーブされたということになります。ではこれから2台のガレージを実際に買っていきたいと思います。すべてにして安い順に並べたりします。そして 今までの案内だと20万ドルのこのアパートを買って強盗やってくださいとあったんですが今ではカヨペリコ強盗というのがソロでできますのでその廃止するための220万を目標にしてくださいではまずルーレットの景品が当たって納車する場所がないとならないのでこの2台のガレージを購入して次に インターネットからレジェンダリーモータースポーツ安い順に並べるとこのエ l ジ g r h 8というのが無料になっている人がいます。これどういうことかというとソーシャルクラブに加入して無料で手に入れられるようになります。しかも何台も入手できます。このソーシャルクラブは E メールアドレスが1つあればあとは PS4 から設定ができるのでソーシャルクラブ加入方法がわかんない人は過去の初心者講座リンク貼っていくので参考にしてみてください。 また車両を購入してから1分半から2分ぐらいで車が納車されます納車されると携帯電話から整備士で車両を呼び出すことができますここまででカジノメンバーになりさらにガレージも所有したということでじゃあルーレットをねチャレンジしていきたいと思いますこれは24時間に1回回すことができ当たればいろんな報酬を得られます車だったりとかお金だったり RP だったりとかしますそして このルーレット、えー、外れてしまっても無限に回す方法というのもあるので、これも固定コメントの方にリンク貼っておくので、やり方確認してください。基本的にはインターネットの接続をいつでも切れる状態にしておき、失敗したな、外れたなと思った瞬間に、インターネットをオフにして、リセットマラソンというやり方で、まあ、当たんなかったとっいうね、セーブをかけないというやり方で、連続でやったりします。今回、普通に回していきます。で このようにいろんな景品とかまあ、報酬があるんですが、まあ、一番いらないのがこのね、えー、ディスカウントというやつです。これ、まあ、今回ねレジェンダリーモータースポーツの10%引きみたいになってますけれども、これ結局お買い物する人にとってはいいのかもしれませんが、こういったものはねあんまり使わない方がいいです。もったいないです。そして、ここのカジノの換、ね、金、えー、所みたいなところでビジターボーナスというのがあるので、ここ。 お金がない初心者さんのうちはこのビジターボーナスを受けてっておき今度はこのチップをね現金化するというふうにして受け取ると1000ドル毎日もらえますこれも毎日やっていれば欲しい車の1台分のお金になるかもしれませんでは続いて外に出ますそして今回の目標となる220万ドルなぜなのかというと このウォーストックというところからコサトカというね潜水艦を買ってほしいんですねこれを購入することによって一人で本当に1時間ぐらいで100万ドルを稼ぎ続ける仕組みができるので新しい初心者講座としてはここを目指してほしいですそして最初鍵がかかっていて解除されていないのでコサトカを解除する方法ですではカジノの北側に行き新しくできた入り口に入ってください 中に入ったら右のカウンターで150ドル入場料を払い中に入っていき M というマークがついているところに行き大体34分ぐらい、ね、ずっと話が長いんですがそこの話をまず聞いてくださいこの話を全部聞き終えるとコサとかの鍵が解除され購入できるようになりますなので220万貯めるまでは無駄な買い物はせずひたすらお金を貯めるといいです この後ねお金の稼ぎ方やいろいろなステータスの上げ方とかもいろいろ説明していきますではまず公開セッションにもしも行ってるる時はこのパッシブモードというのをね有効というのをねすぐできるようにしておいてくださいこれをやっとかないといきなりね敵にねやられたりとかして嫌な思いしますこのパッシブモードというのは基本的に無敵というか、まあ、戦わない状態になれますよやられない状態になれますよという状態になっています でパッシブモードをオフにしてしまうと戦える状態になるので注意ですでは先ほど無料で購入したエ LEGE RH8 を整備士から呼び出してみますガレージを選択してその車両を丸そうすると数秒後に車両が届きますでこの届く間にキャラクターが真下を向いていたり真上を向いていると比較的近くに出現します ただし、カジノの付近では、カジノ駐車場に出ちゃう可能性が高いです。では、えー、武器や最低限の装備を見せていきます。今回、カヨペリコ強盗というのを目指していくんですけれども、そこでは自分の持ち込む武器は一切ありませんので、本当に最低限の、ね、武器をね揃える必要があり、ここの左の棚はアーマーといって、まあ防御に使えるものですね。で、今回、武器、 一番最初にどうしてもねまあ、欲しいかなあると便利かなっていうね初心者さんの武器はこの特殊カービンこれだけだと思ってください。これもお金ないうちはね買わなくてもいいと思います。最初無料のショットガンとかがあるのでこれを購入します。まあ無料なんでねでピストルは最初から持っている状態となりますので本当にお金ないうちはその2丁だけでいいかなとで慣れてきてお金がちょっとゆう出たら特殊カービンを買ってもいいかなと思います。 それ以外は本当に無駄なお金のね、買い物をしたくない場合は、もう火曜ペリコゴートやるために220万をね、えー、貯めると。そして、放置ジョブというね、まあ、非グリッチのお金稼ぎあるんですけれども、これなら2日間で220万ドル簡単に貯まります。もういきなりここからね、すっ飛ばして220万手に入れたいよっていう人は、これも固定コメントに放置ジョブのやり方の動画、えー、貼っておくので、 そちらから確認してください。そうすればいきなり、もうカイオペリコートの初心者講座に飛んじゃってもいいかなっていうぐらいです。まあ、これそれまでにね色々なねスキル上げとか、ね本当に大切なことをね細かく説明していくので、えー、よかったら参考にしてください。また、毎週木曜日の18時ごろに更新される報酬が2倍や3倍のジョブを利用するのもおすすめです。 これの案内は常にアップデートの後にアップデートのまとめというのを動画にしているので参考にしてくださいまたこのセッションの移動とか照準の、ね、変え方っていうのがクリエイターというのを押してこれクリエイターというのは本当はレースとかねジョブを作る場所なんですけどそこに行くことによってわざわざストーリーに戻らなくても照準を変えたりセッションの移動がスムーズとなりますでこの状態でオプションをして これ操作方法から照準を変えることもできるしまた右のねオンラインというのをしてまたオンラインプレイの招待限定セッションに移動とかフレンド限定セッションに移動とかまた一番上だとね公開セッションに行っちゃうのでこれは注意してくださいでセッションの移動がスムーズですこれはストーリーにわざわざ戻るよりもこのクリエイターというね半分オンラインのような状態にいる方がスムーズです またえ、ゲームを終えるときは、必ずねこのように GTA のアプリを閉じるようにしてください。じゃないと、ずっとね、えー、そのアプリを起動した状態になっていて、ここからね復帰したときにオンラインに入るとすると、まあ、チートコードがどうのこうのとか、変な案内が出ちゃったりしますので、そうするとアップデートが反映されないとか、いろいろなね、えー、修正、バグとかのね修正も反映されなくなっちゃうので、基本的にゲームをやるときは、アプリを閉じると。 では続いては洋服いきます洋服屋さんいくつかありますでこの中で洋服トップスとかを選んだりして自分の好きなコスチューム、えー、T シャツとかを着替えたりすることができますまた着替えた後に、えー、他に帽子をね切り替えてみたりとかあとはアクションメニューから持っているものの帽子とかアクセサリーはね、えー、その場でねこの洋服屋にいなくても切り替えることができますで これを保存する方法としては基本的にはその商品棚でも四角で保存をできますけれども、えー、洋服屋の店員さんに話しかけることによって保存も可能となってますまあ全部でね20個保存することができますねではここでスタイル変更などで例えばこのように帽子をアクセサリーから変えることもできるとでこのメニューに行ったら四角を押して次に 保存したい場所1とか2とかあって空きっていうところに、まあ、2番として今回保存をしますこれでスタイル変更から1と2というコスチュームを作ったので素早くどっちにでも切り替えができるとさらにねスタイル変更などをすると画面の右下に金色のくるくるセーブアイコンが出ればオンライン上でセーブがかかったよということになりますので何かの作業を終えた時何かをクリアした時も必ずスタイル変更などをするといいです 稀にスタイル変更ででも出ないい場合があるので注意してください次ではね美容室です美容室でできることというのは最初にキャラクターを作った時の髪の色以外にハイライトといってね四角でねさらに色を混ぜることができたりしますまた髪型の種類も最初のね作る状態キャラクターを作る状態では多いですまた眉毛とかもいじれる えー、あとはねひげをいじれるとかもあるんですけどさらにねフェイスペイントとかねまたは、えー、コンタクトの色とかですね、まあ、そういったものも最初のキャラクター作成の時よりは種類が多くなっているので自分の好みに変更してみるといいです意外とねこれ結構高いんで最初のうちは無理にねやらない方がいいですあっという間にお金なくなっちゃうんでねまたタトゥー屋さんもあります まあ、タトゥーはねこれつけててもつけてなくてもね結局強さは変わりませんのでもう好みですなので、えー、わざわざつける必要はないかなと思うんですけどまあこれをつけることによってちょっと強そうに見えるっていうだけですねでは続いてなんですけれども、えー、近くにコンビニがありますコンビニでスナックを購入とかして自分のね体力回復とかをするたびにも使えるんですがランク1桁のソロのお金稼ぎを説明します これ、まだね、本当にランクが1桁の人に向けです。なので、本当に小銭稼ぎですが、出現位置をまず最後の位置にしてください。そして、スタイル変更などをして、画面の右下に金色のくるくるのセーブアイコンが出ることを確認してください。携帯開くと分かりやすいです。で、ハンドガンとか武器を持っている状態で、まず、この、えー、お店の中に、ね、入っていくんですが、 弾薬もねこのように、えー、所持品から弾を購入することができますこれね解除されてない武器もねここで変えちゃったりするっていうこともありますのでこれはちょっとラッキーかもしれませんちょっとチェックしてみてくださいでは出現位置をこのコンビニの前でセーブかけましたでコンビニの中に入ります武器を構えるとこのように店員に向けると右下に「脅迫」という文字が出てこのゲージが上がっていきます これがマックスになるとこの店員さんがレジ袋からお金をね1000ドルから2000ドル程度ねポロンとねくれますでそれをゲットしていくというねお金稼ぎがあります GTA オンライン上でフレンドさんがいない場合まだ、えー、ミッションとかいろいろなジョブに参加できないうちはこのように1000ドル2000ドルがかなり貴重ですゲットしたらここでオンラインのクリエイターそしてまた 招待限定セッションに移動というのをやっていくと先ほどの出現位置最後の位置にしていたのでこのコンビニの前にまた出現することができまたこのコンビニの強盗をできるというねその繰り返しができますクリエイターに行ったらオンラインで招待限定セッションですこれ公開セッションで、ね、一番上行かない方がいいです公開セッションだと他の人が コンビニを荒らした後だとそのコンビニは入れないということがあるので注意してください基本的には1桁のランクの人のお金稼ぎですそしてさらにね報酬を高く得る方法を説明していきますコンビニに入り店員さんの方に銃を向けますで銃を向けていると右下にゲージが出てきますこのゲージがマックスになるぐらいで 店員さんのこのこ位置真横に体をつけといていいください体は若干レジの方を向いている状態でこのゲージが95%とか90%ぐらいになって要は店員さんが袋をねパッと手を離すぐらいになったら R2 を押した瞬間右十字キーを連打してくださいここで R2 と右十字キー連打連打,連打します R21 回の右十字キー連打でそうするとこの 袋での1700プラスレジを漁ることができてこれレジの中に空っぽになったはずなのにまた漁ることができるという湧き出るという状態でちょっとね報酬が増えますこれも繰り返すことができるので手に入れたら今度はクリエイターに行きまた招待限定セッションで移動ですまた手配度がついた状態で個人車両を外に出していて警察にやられてしまうと 自分の個人車両が押収されてしまって無駄なお金を使うことになるので注意してください。基本的には手配度がついたらクリエイターでまた招待限定セッショを移動しちゃえば大丈夫です。では同じことを繰り返していきます。ゲージが溜まるまで体をこのレジのところと店員さんのところに近づけておき、ゲージが溜まった瞬間に R2 をした瞬間、右十字キーを連打です。そうするとレジの中身をあることができ、大体これで700ドルぐらいはねさらにプラスになるのかなと。 まあこういうい感じでね無限のお金稼ぎが可能となりますますた車のカスタムはロスサントスカスタムというところがあります基本的にはここでカスタムをできるんですけど車を売ることもできるのでこれも一つのお金稼ぎになります 最初のうちは車ね、ね自分で持っていますけど、わざわざ修理する必要はありません。これ、修理するとお金無駄になるので、これもね修理しなくていいかなと思います。どうしてもいいね、ね修理したいっていう時はいいんですけれども、基本的にジョブに入ったり、ジョブから抜けてくると新品になったり、車両をガレージに入れて、また外に乗り出すと新品の状態になります。では、野良車両と言って、そこらへんに落ちている車両で手っ取り早く稼ぐ方法です。 これは時間帯や場所によっていろいろな場所に高級車が落ちていますめちゃくちゃ高級すぎると売却はできないんですけれども中クラスぐらいのねこういった車両であれば自分のガレージに入れて自分の車両にすることもできるしこのロスサントスカスタムで保険をかけて壊れても自分のものとして直せる状態もできますまた単純にこの車両をロスサントスカスタムに持っていき車両を売るってやるとここでお金を得られると。 これが結構ね初心者さんのうちランク1桁の時はかなり高額なのでこれもいいかなと思いますまたこの車両野良車両をねじゃあめちゃくちゃ売りまくればいいんじゃないのって思うと思うんですけれどもゲーム内の時間が実はリアルな時間で48分間で1日となってます要するにこのゲームの中の1日朝日が出て昼になって夜になってまた朝日が出るとこの1日が リアルな時間だと48分なので、まあ、連続して売ろうとするとこの車両は1日1台しか売れないという計算になっていてリアルの時間で48分に1回しか売れないというふうになっているので注意してくださいなのでね高級な売れる車両をね、まあ、ガレージがいっぱいあるんであればそこに入れておいて順に時間を見ながら売っていくというのもありかもしれませんというわけでね えこんな感じで初心者講座続けていくので第2弾もよかったら見てください。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございますチャンンネル登録と高評価ボタンをよろししくお願いします。